家電量販店の雰囲気とは一味違い、シーンごとにさまざまなショールームが並んでいます。新たな店舗では大塚家具の家具インテリアとヤマダ電機の家電を組み合わせた暮らしの提案コーナーが設けられています。新しいイメージを皆さん方に持っていただけたら、大塚家具は。 一連のおいえ騒動以降も売り上げが伸びず去年12月にヤマダ機が子会社化しました大塚家具は家具の取扱い商品数を増やし客層を広げることで業績の立て直しを図ります